はい、どうも、社長です。さあ、今日はですね、奈良県ということで奈良のノックイベント当日です。なんとこちらですね、スポーツシティ荒木さんという野球ショップ室内練習場バッセンという、もう自分らが一番欲しい要素が全て揃ってるショップさんなんですけど、結構奈良ではの撮影自体が久々なんで早速やっていきます。ナインスターズベースボールパークですね。入って右がショップなんですけど、これがまずオリジナルメーカーということで、ナインスターズさんのグラブがありますね。まあこれはもちろんなんですけど、初めて言いました。で、これについてはちょっと後でスタッフの方から説明いただくんで、まずはじゃあちょっとこの普通のグラブ棚見ていきます。じゃあここが公式棚ってことなんですけど、先ほど店員さんに聞いたら、まあ、Z だったりローリングスだったりが人気があるということで、最近だと M ブラック、ちょうど今甲子園県大高崎やってますけど、黒との違いですね、差別化ができるというので N ブラックの、カラー公式を入っております。あとは、まあ、この辺もですね、今宮選手モデルなんですけど、今宮選手のキップレザーの SE ですね、スペシャルエディション。これはステッチがパープルなんで、ちょっとあんまり既製品など出てこない感じがしますね。で、あと今宮選手は確かここに番号が入ってるんですけど、まあこれで入っちゃうと学生使えなくなっちゃうんで空いてますね。まあ、形自体は、まあ、通常の今宮選手なんで、ちょっとボックス系のつかみ系順巻きの形になっております。あとはですね、まあ、公式だと IP もあるんですけど、ローリングスかな、やっぱりローリングス最近紹介多いんですけど、ウィザード02、これちょうど昨日プロ野球開幕しまして、門脇選手がウィザード02、浅村選手は違うんですけど小指2本のローリングスです。ワインですね、本体からワイン、はい、指股がずれててグラブを閉じ切らない設計ということで、うちのチャンネルでも紹介しましたけど、ワインは多分初めての紹介かもしれませんね。こっち公式用になります。で、ウィザード02に関してはこれよりもちっちゃいサイズ 11.25 が H レベルで出てまして、クロスが 11.5 で出てますので、ちょっとそこはサイズによってウェブが変わってくるという感じです。片付けはしてありません。で、こっちはですね、まあ、春休みっていうのもあってポツポツと動いてはもうすでにいるんですけど、ジュニアのコーナーですね。まあ、ジュニアに関しては Z、水野、SSK 多く目立つかなという感じです。あ、ここはあれですね、公式少年ですね。もしかしたら地域的に少年公式の生徒が多いのかもしれません。もしかしたら作られてるということはそうかもしれませんね。で、右が軟式、この S とか M とか L とか書いてあるのが多分ジュニアですね。ローリングス、SSK、水野、Z、はい、そんな感じです。はい、あとはですね、初めて見ました、これ、はい、これ動画でめっちゃ見るんですけど、初めて物を見まして、はい、まあ実際に試して良ければ購入ができるということですね。ヘッドランバット、ゲットラインバット全部多分あると思います。その辺はもう実際に振ってみてっていうのは、はい、試せますので、いいところかなと思います。では最後にナインスターズ、ちょっとスタッフの方に紹介してもらいます。ちょっとナインスターズ、はい、どんなグローブかというのを説明お願いしたいんですけど、いいものを値段も安くして奈良の桜井というところで野球をどんどん広げていくっていう我々の使命もあるので、まあ、安くていいグローブを提供していきたいなっていう商品になります。おー、なるほど。これ今販売されているのは公式と軟式があるんですか？はい、あります。じゃあちょっと公式から見せていただいてもいいですかね。はい、和牛を使って。和牛で、はい、はい、で結構まあ自由度も高くて、いろんな要望を受けてカスタムできるっていうところですね。これも公式ですか？はい、公式です。なんか結構しっかりめの感じがありますよね、革に、はい、カチッとして強い感じが。 で、これがお値段がどのぐらいなんですか？オーダーですか？これはこれオーダーになります。はい、オーダー一応まあ4万4000円で。あ、安いですね、はい、オーダー4万4000円で。で、軟式だと、軟式だとまあこっちのタイプにはなるんですけども、はい、あ、だいぶ革の感じが違いますね、はい、そうですね、ちょっと柔らかくなる、はい、柔らかい感じで。だと、でもこれも和牛なんですか？そうです。あ、ちょっとじゃあ違う和牛で、はい、軟式オーダーだと3万円台で。3万円台で、はい、かなり低価格 で、ね、まあ、今の時代としては低価格で和牛でオーダーできるという感じですね、はい、なんか人気の方というか一番売れてる。そうですね、今ちょうどこのタイプですね。このタイプですか？何型とかあるんですか？うちの中では、まあ、403型って呼んでるんですけど、まあ、結構広くて、はい、もう本当に使いやすい。うーん、指股ありで結構ここ広いですよね、はい、これは販売されてるものですか？販売してます。販売されてる。
しっかり開く系の感じですね。サイズは中間ぐらいです、はい、なんか今結構世間では小指2本とか、はいはい、まあ、しっかり掴む系があると思うんですけど、はい、結構これはこういう大きく開くこうではないですよね。そうですね、はいはい、自分は結構こっち派の人なんで、はいはい、これはかなり使っていったら合いそうかなっていう気はします、はい、形はどうなんですか、何個くらいあるんですか。内野が内野でまで3型、これがまた別です。サイズ的には小ぶりな、小ぶり、はい、すごい使いやすい、オーソドックスな、あ、ちょっと指股がない感じの、はい、一番小さいサイズで、で、まあ、中間、まあ、こっちがちょっと大きい、大きめ、中に、なるほど、ポケットもパッて広い、はいはいはい、じゃあ中学生とか高校生とか、そうですね、ちょっとまだ手が小さい、はい、小さい子だとこっちが、あ、なるほどですね。でピッチャーとかはミットとかは二肩、はい、小ぶりな投手用のサイズ、はい、小ぶりな投手用のサイズ、はい、あ、でもしっかりしてますね、かなり強さがもうありますね、はい、と大きめですか。こっちが大きめの、大きめ、はい、左利きですけど大きめで、はい、これはもう好みですよね、完全に。そうですね、強いサイズ。ウェブとかオリジナルですか、これ。はい、おー、 NQ ですか。 NS になってます。あ、 S、 はい、ナインスターズ。ああ、 S、 ナインスターズ、なるほどですね。地はこれは天を逆にした天坂様っていう、天坂様、古来の、はいはい、感じです、ね、なるほど、オリジナルですね。じゃあ、はい、キャッチャーだけとりあえずあるんですけど、はい、ちっちゃくはないですよね。そうですね、ちっちゃくはないです。でもやっぱりもうこのしっかり感が、そうですね、芯もしっかりして、はい、結構多分片付けを時間かかる感じですね。はい、はい、もうかなり長く使えるような感じなんで、ぜひちょっと料金とか出してくれば、もしよかったらチェックしてみてください。もちろん買えるのはここだけです。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。そして今月のプレゼント企画、ゴリスポが片付けした Z のピッチャー用グローブ、軟式用でございます。こんな感じでね、しっかりと片付けさせていただいております。チャンネル登録とコメントで応募完了となりますので、ビシビシにコメントよろしくお願いします。ゴーマシー。